今回はですね、ちょっと YouTube で面白い動画を、見つけて、英語の動画なんですけど、すでにチャット欄にはリンクを、貼りましたが、なんか日本語、中国語、韓国語、ベトナム語が、まあ、どの程度話せるのかわかんないけど、全部かじったことがある人で、で、なんか日本にもう42年住んでるらしいんですけど、ティム・ケリーさんかなが、日本語、中国語、韓国語、ベトナム語はそれぞれ共通点というか似てるところがあって、だからこれらの言語を学ぼうとすると 1+1 が3になるよみたいな話をしている動画をたまたま見つけたんで、で、まあ、動画の内容が英語なんですけど、せっかくだからそれをちょっとかいつまんで、日本語にして紹介しようかなという、そういう配信でございます。まあ、見てて結構個人的にも面白かったんですよね。まあ、そんなに複数の言語を習得したいですって人は数多くないと思うんですけど、まあでも例えば韓国語だけ身につけたいという人でも、なんかその中国語、ベトナム語とかの、なんて言えばいいのかな、なんかそれを知っとくと、よりなんか韓国語を理解するときになんかこうちょっとハードルが下がるっていうか、なんでそんな関係ないことやってもあれでしょって思うかもしれないけど、なんだろうな、なんか、和食を極めたいとしても、なんか一回中華料理とかフレンチとか触れとくといいよみたいな感じなのかな、わかんないけど、なんかそんな、僕はなんか結構効果があるなと思っていて、やってるんですけど日頃、まあそれをちょっとシェアできたらなと思っております。で、僕もさっき一回一周見ただけなので、まだちょっと最初から見直しながらちょっとかいつまんで日本語にしていけたらなと思っています。まず、まあ動画再生してもらうと、開始1分半ぐらいで一覧表みたいなのが出てきて、まあ4つの言語ありますけど、それぞれ何が似てるのかっていう、まず一覧表ですね。で、これ、まあ、ちょっと表を出すわけにはいかないんで、表自体は皆さんで見てもらうとして、僕がかいつまんで日本語に訳しておくと、まず日本語と3つの言語の共通点を話しましょうか。まず中国語との共通点、まあ当たり前ですけど、ボキャブラリーと、あと漢字を使うっていうところで、あとは、数プロナウンスだから、数詞、なんて言えばいい、単数形複数形がないっていうことかな。で、あとは文化的に似てますよと、まあまあそうでしょうね。で、次、韓国語はめっちゃ似てるっていうことでしょうね。一番太い矢印でつながってますけど、ボキャブラリーそうだし、文法の SOV の順もそうだし、あと敬語があるっていうところも一緒ですよね、かな。で、お次、日本語とベトナム語、あんまりベトナム語親しみないかもしれないですけど、ボキャブラリーが似てますよっていうのと、文化的に似てますよっていうところですね。まあ、ボキャブラね、確かに似てるんですよ。僕もいくつかショートですでに出してますけど、感動が感動とか、注意が注意とか、ちょっと僕は発音合ってないと思いますけど、その同じ多分漢字から読みが来てるっていうね。ついでに他の3つの言語のそれぞれのつながりとかも、例えば中国語と韓国語のつながりは、ボキャブラリーと、これもか、単数形複数形がないっていうのと、文化的に似てるっていうの。あと韓国語とベトナム語は、ボキャブラリーと、ちょっと待って、書いてあったか、ちょっと待って、日本語と韓国語の共通点で書いてあったわ。ボキャブラリーと、シンタックスってなんだっけな、ちょっと待ってくださいね。文法的配列、だから SOV のことかな、構文ね、構文だ。そう、はい。SOV のことだと思います。で、あとは、グラマティカル、パーティクルス。パーティクル。いやいや、わかんねえな。認証数などに語形変化する品詞。例えば何て言えばいいんでしょうか。私は、わがをにをとか、その辺だね。その辺が韓国語と日本語は持ってますよと。あとは文化的に似てると。はい。で、最後多分言ってないのは中国語とベトナム語ね。中国語とベトナム語はもうね、ボキャブラリーもそうだし、トーンを持ってる。成長ね。あーとか、あーとかがありますと。あと SVO の語順もそうだし、文化的にも似てますと。あと漢字だよね、書いてないけど。はい。ちなみに、それぞれの言語の
その出典っていうか根源にある、まあこれは言語学的によく整理されるんだけど、その根っこにあるのは違っていて、詩の中国語は詩のティベタン、ちょっと分かんないな。でも韓国はもうコリアニックだし、ジャパニーズ、日本語はジャポニックだから、もう韓国日本はそれぞれもう独自の言語ってことですね、完璧に。でベトナム語に関してはオーストロアティックオーストラリア系ってことかな。まあなんかほら英語はゲルマンとかなんかいろいろありますね、それ系の話だと思います。でそれ実はこの4つの言語、日本語、韓国語、中国語、ベトナム語は実はそれぞれ根っこは違いますよって話ですね。でまあ根っこは違うんだけど、まあ、まず共通点として中国の漢字が根っこにありますよと。まあ、韓国語とあとベトナム語は、今そのなんつうの、目に見える形で漢字は使ってないけど、ベースはまあ漢字なんですよね。その読みが今残ってるだけで、基本的にベースとして漢字がありますと。まあ漢字は使ってるけど、それぞれの地域で字の形は変わってます。まあまあそれは我々は分かってますよね。まあ共通点を語るときに注目するのは、書きの仕組み、文章なり文字の書く仕組み、ライティングシステムとボキャブラリー、語彙と、あとは文法的な、ニケル点ですと。まあ繰り返しになるけど、その4つの、この4つの地域はみんな中国の漢字を使ってますと。まあ元になってるっていうかね。で現代の筆記システム、まあ、日本は当然ひらがな、カタカナを作ってますと。まあ、ひらがなってこうしてみるとすげえ不思議なんだけど、助詞みたいなことも可能にするし、同時に漢字の、まあ、表音っていうか読みも表すし、かつそれがね、ひらがなとカタカナって同じ文字なんだけど2つ存在するのも面白いけどね。うん、まあカタカナを使った場合はそれは暗に海外の言葉を表音してますっていうのを意味してますと。まあ確かに言われてみればそう、まあ、そこまではね、表音文字なんだけど意味を若干持ってるっていう、まあカタカナひらがなの区別ね。あそうか、特に中国じゃないところの言葉を日本語の音に表すときにカタカナが使われます。確かに言われてみればそうだわ。一方で中国語から韓国語に行くときに使われるというか、なんて言えばいいの、引き継がれている漢字は日本よりは少ない。まあ1000くらいって言ったかな今。日本はちなみに常用漢字は2000ありますと。でベトナムの場合はなんて、まあなんかオフィシャルな文書とかいろんな場所で結構中国の漢字が使われていたなのか、使われているなのか分かんないけど、あ、使われていただな。19世紀まで。17世紀にアルファベットが入ってきて、まあ、でそこからまあアルファベットになってますと。まあ、確かに今ベトナム語はアルファベットなんですよね。でまあ漢字の種類の説明で、なんて言うんだっけ、この簡単バージョンの中国のシンプリファイドキャラクターズ、簡体字みたいに書くやつと、なんて言うんだっけこれ、トラディショナルの方が、まあ、台湾とかで使われてちょっと一番画数が多そうなやつと、日本のやつね、新字体って言われた日本のやつは。なるほど。簡単バージョンの漢字は実は意味を若干失っていますと。例えば東っていう漢字は、これ僕も気づいてなかったけど、東って漢字は太陽の、あの日曜日の日と木、ツリーの木を合体させたもん、確かに言われてみればそうだな。でまあ、太陽確かに東から昇るからそれで東を意味するんだけど、それ あの中国の簡単バージョンだとそれがなくなってるんで、まあどうなんだろうな。でも別に僕らも東を見て太陽と木だと思わないから、まあね、漢字がひらがなになるときに若干情報を失うのと近く、そういうことって考えていいのかな。ちょっとこれ僕分かんないから何とも言えないな。はい、まあ、ちょっと今のはね、ややこしい話だったけど、ちょっとこれから分かりやすくなります。ボキャブラリーの話になります。日本語、韓国語、ベトナム語の語彙の約 50-60% は中国由来ですと、中国語由来ですと。まあ、もちろん現代
で使われてる新しい言葉だとどんどんその感じは失われてるけど、オフィシャルな言語だったり昔からの言葉は特に中国語由来ですと。教育っていうのはまず中国語、まあ、字は全部教える育てるで一緒なんですけど、中国語は教育、まあ、日本語はもちろん教育で、韓国語が教育っていうのかな。ベトナム語は教育、結婚は中国語は結婚、韓国語ジェオ、やべ忘れた、ギョロンハダ、まあスルーがついてハダってついちゃってるから、だからゲロまでが結婚の語感かな、韓国語の場合は。でベトナム語はケッホン、うん。19世紀20世紀日本は和製漢語を作り出すと。ああなるほどね、英語由来のものを中国語を経ずに日本が漢字に作った。レボリューションを革命にしたり、デモクラシーを民主にしたり。で日本語と中国語で意味が変わるのもあって、まあ、有名どころは手紙、日本じゃもちろんレターの方だけど、手紙って漢字で書いて、それ中国語だとトイレットペーパーになりますと。でここから日本語と韓国語の文法の似てる話、もう日本語と韓国語の文法 90% 一緒ですとこの人は言ってますね。まず中国語、ベトナム語、なんで中国語とベトナム語の話に飛んだんだ、は SVO で英語と似たような文法構造ですと。ああで中国語とベトナム語は時制による動詞の変化がないと。だから do, did とか played とかにならなくて、もうなんつうの、英語で言う例えると play ならずっと play、 do なら do だけでいけますと。ってなった時に、どうやって中国語ベトナム語の人はその物事が起こったのが過去なのか未来なのか、いつ起こったのかを判断してるんですかっていうと、それはもう文脈ですと。まあ、例えば昨日って文字があったら多分過去だろうなとか、なんかそういうふうに分かるってことですね。難しいな、アスペクトが似てる。動詞がどのように機能をするか、どの時間軸で、どういう時間の流れに関連して、まあちょっと例を見た方がいいな。これは多分英語で無理やり言うと、現在完了とか進行形とか未来形の作り方が中国語とベトナム語は仕組みが結構似てますよっていうことですね。どういう、まあこの2言語の場合助詞って言わないのか、助動詞って言わないのかもしれないけど、その未来形を表す単語をどこに、例えば動詞の前に、これの場合主語の直後かな、主語の直後に入ってるのに見えるな、動詞の前かなに入れますとかっていうのが中国語とベトナム語は似てますよと。今紹介したのが違いだった、共通点だったけど、違いももちろんありますと。文章がまあずらーってあった時に結論が頭に来るかお尻に来るか、まあ日本語と英語が分かりやすいですよね。日本語は結論お尻に来るし、英語は頭に来るっていう。でそれと一緒で、中国語とベトナム語は、中国語は、結論がお尻に来るし、ベトナム語は結論が頭に来る。だからベトナム語の方が英語寄りな文章の作りだし、中国語の方が日本語寄りな文章の作りっていうことかな。例えば例文、I wanna read a book、私は本を読みたい。That my friend bought for me、 友達が私に買ってくれた。 When he went to Tokyo、 彼が東京に行った時。だから日本語に訳すと自動的に結論後ろに来ちゃうけど、私の友達が東京に行った時に買ってきた本を読みたい。で日本語は必然的に I want to read the book の部分がもう勝手に文章の後ろに来ますよねっていう構造が、何つったっけ、さっき中国語は多分後ろに来るんだな、ベトナム語は頭に来るんだ。 I want to read the book、 英語の場合ように多分これが頭に来るんだ、ベトナム語の場合は。ベトナム語も SVO なんでしょ、それでよく、
なんて違うか、中国語が SVO なのに結論が後ろに来るっていうのがすげえ不思議。でもちろん韓国語もあの結論が後ろに来ます。今の、まあ、その友達が東京に行った時に私に買ってくれた本を読みたいですを中国語にすると、でも順番としては私は読みたいは頭に来るんだな。私は読みたい、友達が先週東京に行って私のために買った本をっていう順番になるみたい。ある意味やっぱ SVO のだけあって結論が来てるけど、英語の場合は I want to read the book っていう結論が来るのに対して、中国の場合は I want to read まで言ってから私の友達が先週東京に行って私のために買ってくれた本をっていう風に続くんだ。まあ究極のコーチ就職みたいな、なんて言えばいいんだろうな、述語か、述語がやっぱ教えに来るんだな。だから日本語に言うと私は読みたい、あ、さっき言ったか、日本語だと私は友達が買ってくれた本を読みたい。で、日本語の場合 S 主語来て就職来て最後に動詞なんだけど、中国の場合私は読みたいってまず言うんだけど、でも本をっていうのを後にずらすんだわ。そうしてみるとすごいね、言語の違いって。 SVO だけで語れないじゃん。日本語ってだから SOVO みたいなこと、なんか O 目的、ある意味日本語って SVO だよね。 S 就職 VO だよね。私は何とかかんとかかんとか読みたい本を、あ、SOV か、私は何とかかんとかかんとか O を読みたいだもんね。 VOV か。で、またつが、日本語韓国語の話になりますけど、90% 一致してますと。で、SOV ですと。で、例えば助詞、なんとかは、はって書くやつね。は、は韓国語だと、in、yun、yun、niun だよね。ねえ、これは本です。いごせん、チェ、読めねえ。チェ、チェ、いえよ。いごがこれで、わがいごで母音で終わっているから、ねん、い、ゆん、アルファベットで書いたんだよな、これ。まあ、完全に文法的には一緒だね。でさ、ちなみに、なんか、この動画見ていてすごい思うのは、あの、パッチムなんて一言も言ってないよね。コンシネント、つまり、死因、母音って言ってんだよね。絶対パッチムって何なの、誰が、韓国語にある言葉なのかな。絶対シーンボインって言った方がいい気がするんだよね、僕も。日本語の何々がのがは韓国語だと、シーンの後ろに来たらいい、ボインの後ろに来たらそのままが、日本語と一緒のが、まあ発音違うだけど、私が学生です。まあ本当はこれ私は学生ですになるけどね。私は学生ですの韓国語訳が、なんか出てきちゃってるけど、私は学生ですになってるな。なぜ学生だ。せっかくがの助詞を紹介してるのにわになってんな、違うか、そんな気がするんだけどな。日本語と韓国語の違いっつったか、なんつったかな、話が長くなるので別の動画にしますって言ってましたね。を、なんとかを、は、うる、まだは、りゅうる。りゅうるだっけ、なんて読むんだっけ、この。りゅうん、りゅうん、横棒りゅうんのやつ。るる、るるか、るるだよね。うる、るる。この人巻き舌なんだよな。果物を食べます。食わんでるもごよ。果物でぐわいるっていうの、果物ぐわいるうるでをめごえよ。
で、なんとかではエッセヨ。エッセヨ。はっこエッセヨ。コン。コンブエ。ブヘス。へーよ。学校で勉強します。でが、エッセヨ。エッセヨかな。エッセ。エッセヨ。あと敬語の話ね。敬語、日本語も韓国語も3段階の敬語のレベルがありますと。ホノリーフィックス。まあ、言葉選びに始まり、イントネーション、発音とかで、まあ、敬意を表していきます。まあ、プレーン、まあ、その敬意特になしだと食べる。日本語と食べる。韓国語と母語。母語、まあ、でも多分あれだよね。一応今、辞書体はなくなってんのか。ちょっとわかんな、ね、い。デスマス体、丁寧語になると、食べます。日本語は食べます。で、韓国語は用がつくんだよね。母語用。母語用。敬語は韓国語でハムニダチェっていうの。ハムニダ系ってことかな。じゃあ母語ハムニダみたいなことかな。モクスムニダ。日本語の場合召し上がるに変えられてたけど。何々するね。動詞の後に続く言葉の、まあ、日本語で言うと何々するっていうのの、まあ、日本語と韓国語の共通点。肌、どんさ。韓国語だと肌とかどんさになる。肌ば。約束する、感謝する、開幕する、準備する。約束肌。あ、約束。約束肌。カムサ肌。開幕肌。準備肌。まとめると、中国語には、違いをまとめてるのかな、これは。4つの言語の違いをまとめると、中国語は4つのトーンとナチュラルトーンがあります。ベトナム語は6トーン。南の場合は5つ。南で書けるのとなんだっけ？どっちかだな。問いかけ系か、あれ、途中で一回切れるやつ。どっちかが確かないんだ、南は。日本はトーンはないけど、ピッチアクセントがあります。だから、箸みたいなことは多分ね。韓国語はトーンもピッチもありません、基本的には。なるほどね。それが一番楽だわな。ということで、ございます。まあ、興味があったら、チャット欄に僕が上げてる元動画をちょっと見てみてください。